どうも、ウェダックスです。本日もパソコンの自作をしているんですが、開封しているところと組み立てているところでですね、音声が取れていませんでした。なので、音声の解説とともに、動画の方だけは別に載せていきたいと思います。はい。それでは、とりあえず、構成ですね。CPU は i3-8100 にしました。この前沖縄の友人がですね、パソコンがおかしいということで送っていただいたんですけども、故障していたのでマザーボードを交換したんですけども、1時間動作確認して送り返したんですよ。ただですね、まだやっぱ調子が悪いということで、やっぱり新しく1台組んでほしいということで、相談した上で i3-8100 にしました。用途としては、i3 じゃなくてペンティアムでも十分そうだったんですけど、ペンティアムがどうしても手に入らないということで、こちらで行くことにしました。で、ビデオカードの方は一応欲しいということでね、多画面出力等もあるかもしれないし、ゲームもちょっとはやりたいっていう感じですね。はい。ということで、i3-8100、1万7000円ぐらいですかね。ちょっと高いかもしれませんが。はい。そして、マザーボード。ASUS の H370 Pro ゲーミング、こちらを購入しました。こちらはなんか熱に強いという話で、あとネット上のレビューがかなり良かったのでこちらをピックアップしました。価格的にも1万ちょいぐらいで買える、なかなかいいマザーだと思います。はい。それで実際に今もう電源入って OS のインストールまでしちゃってるんですけども、LED がね上と下にあるんですよね。こうついてくれる、これで動作確認がね取れやすいですね。電気がマザーボードに届いてるっていうのがよくわかります。はい。でメモリーは8ギガのもう動作確認済みのものを使ってるんですけども、ちょっとメモリーはちょっとどれぐらい載せるか今検討中です。で、ハードディスクは M.2 ですねの SSD シリアル ATA 接続シリコンパワーのものです。240かな、 240GB。 値段が多分5000円6000円ぐらいかな。はい。で電源はまたアンテックの 550W です。はい。500W あれば十分だと思いますが、 50W 余分にあればさらに安心できるということで 550W にしました。はい、それぐらいですかね。まあ、組み立てている様子は、映像に残ってますので、映像の方を載せておきたいと思います。はい、まあ、CPU をつけて、CPU ファンを載せて、CPU ファンの電源を挿して、メモリーを挿し、M.2 を挿して、M.2 挿すときにスペーサーですね、下にスペーサーかまして水平に刺さるようにします。はい。それぐらいですかね。あとは電源、メインの電源と CPU の4ピン2つ、これで完成と。あとは電源を入れたらですね、初めての起動の時 CPU ファンが2度ほど止まります。その後に画面に映像が出てくるんですけども、なぜか私1回目画面が出てこなかったんですが、 HDMI ケーブルの接触の問題だったみたいで、ケーブルを変えることによって正常に映像は出てきました。はい。そしたらですね、 OS のインストール USB でインストール始めちゃってですね、見えないかな、見えないか、これでインストールを始めて一度再起動されました。再起動。はい。そして現在この画面なんですけども、進めていきたいと思います。はい。お住まいの地域は日本で、で IME でいきます。でキーボードはスキップしといて、でネットワークには今つながっておりません。はい。名前は適当に何でもいいので入れましょう。はい、次へ。パスワードはとりあえず友人のものなのでなしで。はい。
コルタナはいいえにします。でこれは同意しときます。はい、これで基本 OS のインストールまで終わりました。あとはですね、マザーボードのドライバーのインストールをしながらケースに収めていくんですけども、本日は一旦これで終わります。後日ですね、ある程度テストしながら、この前のマザーのトラブルもありますので、電源を切ったりでしばらくしてから入れたりっていうテストもしながらですね、 2,3 日かけて完成に至りたいと思います。はい、本日はマザーボード、メモリー、 CPU、 M.2 CRATA SSD と電源、これでとりあえず OS のインストールまでやりました。はい、本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。